ヤクミツルの秘宝館へようこそ。以前、ちょっと前かな、ウルトラマンの古谷敏さんから、はい、この学装のサイン入りポートレートを頂戴したというお話をいたしました。うち額が多いんですね。私はもうすぐ額装してですね、壁を埋めてしまうというね、傾向がございます。逐一ご紹介してますと、もうそれだけで終わってしまいます。ですので、本当今日はですね、ごく一部の額をですね、ご紹介いたしたいと存じます。いつも飾ってます。ザザン、なんだ、絵だけじゃございません。こんなものまで額装してございます。これは8時だよ全員集合の会場で配られる、あのビバノン温度の歌詞カードでございます。これは入場者全員に配られます。ババンババンバンバンと、そしてその時のチケット、はい、中学の友達と一緒に渋谷公会堂の観覧が当たりましてね、はい、その時の歌詞カードでございまして、まあ後にそれに加藤茶さんにサインを頂戴しております。あ、なるほど。おそらく会場で配ったんでしょうから、相当な数は出ているはずだとは思うんですが、果たしてね、こうやって丁寧に取っておいてあるやつがどれぐらいいるかというね。出た、巨匠谷岡康二先生が夜逃げをする豚ですね。まあ、谷岡康二先生というのは最初に花ジブーのね、無地取りで大当たりしまして、晩年は村と書きましてね、孫を舞台に動物を主人公に、また破天荒な漫画を描き続けていかれた方ですね。谷岡康二の前に谷岡康二なく、谷岡康二の後に谷岡康二なしということで、誰も模倣をしないんですね。普通バーンと当たりますとね、まあ絵柄が似たり、コンセプトが似たりというような漫画というのは必ず出てくるもんでございますが、この谷岡康二さんに関しては誰も真似のできない世界を構築されたということで、実は漫画界内部でのリスペクトの非常に大きい方ですね。谷岡先生には実はお手紙も頂戴したことありましてね、デビューしたての頃、君あの面白いから頑張んなさいって言われた、書いていただいたこともありまして、大変私も尊敬していた方なんですが、でこの色紙はですね、漫画娯楽という週刊誌、漫画誌の正月のプレゼント企画みたいなものがありまして、連載漫画家の色紙が載っておりましてね、もう私はもう迷うことなく谷岡先生のに応募いたしまして、当てました。当てた。で普通にもう一般人として当ててるとか、当てて書いてあるんですね。見えますかね。あ、当選おめでとうございます漫画娯楽というぐらい本気で当てましたからね、これね。ざまいわってやったで、すげえな、すげえな。学装シリーズ、これはまあ渋いですね。渋いですね。ジュディ・ガランド、ね、往年のハリウッド女優、あの虹の彼方にを歌ったね、ジュディ・ガーランド、オズの魔法使いで歌った虹の彼方にというのは、20世紀の全米の歌の中での1位に輝くという名称でございましたのでね、はい、大変な方でございました。このポートレート専門店でね、はい、買わせていただきましたね。結構高かったんですか。あ、でも当時3万ぐらいで買いましたね。あ、3万。まあ、あの名手がトゥ・トシカツさん、トシカツさんにあげたものだったと思うんですよ。なあてがあると、はい、こういうポートレートとかっていうのはガクンと値段が下がりますね。ご自身の署名だけの方が高いと思います。あ、はい、あ、そういうことなんですね。はい、私別に関係ないですから ね、 そのね。でもとってもいいお写真なのでね。全員集合の映画がいくつも作られてますが、大事件だよ全員集合、はい、ドリフの面々とアグネスと万順と松坂慶子さんのね、こういう縦長のポスターっていうのは映画のポスターに比べるとぐっとお安いんでございますね。まあ、何千円とかいう値段からたくさん出ております、はい、
専用の額を買ってキーのこの中を時々入れ替えて楽しむという、まあ、いいものですね、こういうのね。そしてヤフオクで買いました。なのでこれはですね、1964年の東京オリンピック東洋の魔女を率いた大松監督の額が出ておりました。根性と、とにかく根性論の元祖みたいな、よくこの時代にも現れておりますね。これがね、これ全然セルどころか1500円とかそんぐらいで出てるんですね。あんまり安いんでですね、これは私が救ってやらねばと思いました。さあ、シャロン、大物の額出てまいります。出た、これは古文書なのか。バーンと紺黒々としたためられた、筆書きの書状でございます。私宛ですね、はい、出されているのは片平渚さんでいらっしゃいますね。片平さん農書家でいらっしゃいますね。何度かご一緒させていただいたことがございます。これ なんでこれもらった、なんて書いてあった、これ何の時だ。ちょっと今、こんにちは、嬉しいお便り本当にありがとうございました。私からなんか凪沙に出したの同封していた、刑事ドラマを、その2時間ドラマをネタにした漫画を書いたんですね、はい、それをどうも私は送ったらしい、はい、同封していただいた刑事ドラマ仕立ての漫画は私の宝物にさせていただきます。でも一言苦情を申しましてもよろしいでしょうか。クレームの手紙でした。私の顔はなんかブスじゃありませんか。そんなことございません。目も寄ってるし、もうちょっと可愛く描いてほしかった。ところで本当に成績桜ヶ丘まで来てくださったのですね。あ、思い出しました。サイン会があったんですね、はい、なぎなぎの、はい、それで成績桜ヶ丘から行ったんですけど、もうなんか受付を多分終わってたんだと思います、その整理券の数が、はいはい、で帰っちゃったんで私ね、あ、はい、会えずに、はいはい、なぜ声をかけてくださらなかったのでしょう、ね、コネでじゃあもう一枚なんてそういうことは私いたしませんのでね、はいはい、あ、もう締め切っちゃったんだなと思って、一般客として、はい、皆さん歓迎いたしましたのにとても残念です。でも、お手紙の中にありましたフェアではないし諦めて撤退しますという文章にヤクさんの人間性を見たようで嬉しくなったのも事実です。私サイン会並ばずに帰ってフェアじゃないと書いてますね。というところでそんななぎなぎのお手紙ですね。なんか本当にもちろんこのお手紙自体大変嬉しいものなんですけれども、せっかくこうやってまるで古文書のようにね、したためていただいているので、これはそれなりに表彰せねばならないということです。素晴らしい。というわけで今日は私の所有するさまざまな額装品ですね、色紙あり、お手紙ありというようなものをご覧に入れました。先日ようやくそのうちのお一方お会いすることができました。まだこのね学装シリーズは多分いけるのあるんじゃないかなと思いますが、またそれは後ほど上げてみたいと存じます。今日のところはこれにて、また一つ登録の方よろしくお願いいたします。ヤクでございました。